パンアップ。ゆうちゃん食べちゃった。グレープ味パンアップ食べかけじゃん。うん、バニラとね、グレープの味がちょうどいいですね。フルーティーですね。なかなかうまいね。いちご。じゃあそれいちごじゃないよ。ブルーベリー。このバニラ感うまいな。匂いがしない匂いがしない。これすごいですね。匂いがしないってことが分かりました。バニラの味効いてますね。やっぱくるちゃんは、うん、用意しない。やっぱりグレープがないとただのバニラアイスなんで。そりゃそうだ。いやさ、食レポの練習ね、もし食べたものがまずかったら、ヤオ的にはどんなリアクション？え、まずいって言っちゃう。どんな風に？あ、けど、はい、今回は新商品のパラップをパラップをね、食べてみたいと思います。それでは行きましょう。ゆうちゃん、ゆうちゃんの動画だよ。あ、そうそうだよね。はい、それでは食べてみましょう。ゆうちゃんの動画だからゆうちゃんが言うんだよ。ねえ、ママ。うわ、なんだこれ。もう食べたくない。ちょっと母さん食べて。無理これ、マジ無理なんだけど。なにこれ、作った人アホじゃん。ちょっともう一口。うわっ、これリアクションだろ。まずかった時でしょ。じゃあもし美味しくもまずくもないみたいな微妙な。いくぞ、うん、はい、今回は言いたい言いたい今回は新商品のパラップを紹介したいと思います。では一体どんなやつなのかな。いっちゃう。まあ、もう美味しいね。ゆうちゃん美味しい。まあ普通だね。言っちゃうだね、それ。普通だねって言っちゃうだ。まあ、でも普通ってまずくないってことは美味しいってことだから、まあ食えるよ。食えるし、ラブは食えちゃうし、普通イコール美味しいだから。普通はないから、食べ物で。普通といえばご飯が普通かな。味がして普通のやつは冷たい、美味しいってことだから。冷たい、ラブは食えちゃう。ヤオポイント、ブルーバン、78点、イエーイ。普通の時は78点なの。それぐらいでしょ。ほらんだ。じゃあ次、めちゃくちゃ美味しい時。めちゃくちゃ美味しい時、うん、はい、今回はね、このね、パラップを紹介してみたいと思います。ゆうちゃんで、これ結構ね、YouTuber さんとかね、こういうテレビとかでも美味しい美味しいって言ってるので、すごく楽しみです。じゃあ食べてみましょう。パナップ。なんでこの穴ができてたんだよ。見てごらん、ゆたが潰した穴。なんでこの穴やん。意外とリアクション少ない。もう終わり。ゆうちゃんぽい。
50点。正直食レポしたいんじゃなくて、どちらかというと味わいたい、喋りたくない、食べたい、そういう気持ちになっております。うますぎる、これやばい、かつて食べた何よりも美味しい、やばすぎる高級料理とかそういうもんじゃない、これ本当にマジうまい、本当うますぎる。ママ見て、こういうの本当にやばいよ、これは。なに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 、なんか入ってる。いやもうこれはね、フライドポテトよりも上だし、コーンポタージュよりも上だし、焼肉よりも上だよ。見て、こんなお菓子はない。いやすごい、うん、まっ、冷たい、やばい、ブルルルルルバン、200点。おこれは素晴らしい。じゃあ、ロシアンポイント50点。まあ、なかなか長い動画だけどさ、パパ50点、まだ撮っててよ。母さんさ、うまい動画とかさ、うまいものって食べるときさ、リアクションする間もなくさ、うん、リアクションする、いやいや、いや、うますぎるんだよ、それがもう言葉にできないんだよ。だから俺はうますぎたら言葉にする、拭いて、拭いて、俺ね、あのね、うますぎる場合は言葉にする前にまず味わう。やっぱうまいものって表現しにくいよね、あんまり。うまい時の方がリアクションできない。うん、そうだね、まずいものできない。200点、高いんだよ。高いね。ヤオ負けだよ、ゆうちゃん。じゃあこれからもヤオさん、いっぱい食レポよろしくお願いします。我が家の食レポ担当なので。あ、そうだったの。食レポ担当はヤオだから。あ、そうなの。え、お遊び担当はゆうちゃんでしょ。いや俺もでしょ。ママを、あの、一応、お絵描き担当だから。俺はさ、一応確かにツッコミ役でもあるけど、ボケとツッコミをハァーって引っ付けた最強の男。え、や、やんもゆうちゃん同じ？やんもゆうちゃんと同じ？ゆうちゃん突っ込まないからね。ボケしかしないから。ゆうちゃん。あ、ボケしかしない。違う。ほら。ほら。次回の動画で会いましょう。バイバーイ。It's time I stand up for you.Yeah.